東京駅の構内に立てかけられたたくさんのパネル。この方は平安時代の僧、空也上人。南無阿弥陀仏の6文字を声を出して唱えたところ、一つ一つの文字が6体の仏になって現れたと伝えられる姿。本物は重要文化財で、京都の六波羅蜜寺にあります。そんな空也上人が東京駅でつぶやいたのは、そうだ、京都行こう。これは JR 東海のキャンペーン。47都道府県の方言を使い、あのあまりにも有名なフレーズで京都に誘います。例えば、ほうだ、京都行かざ。そうじゃ、京都行こ。だーる、京都行きましょね。などなど、ご当地空也にネット上では、神奈川県こんな訛り方するの？島根県はイカ濃いだと思う、などと大いに盛り上がっています。このイベントは東京駅の八重洲口で来月18日まで行われる予定です。